ずっとディフェンダー。サッカー始めた時からずっとディフェンダーです。スーっていつの間にか来て、でシュート打つ時にそのコースにしっかり入ってんだよ、うん、それでスッて立つの、すごい高青年っぽいさ。でそれがね、なんだよってふざけんなよみたいな。僕甘い系でいこうか。甘い系で。はい、いい時間帯ですね。原博美です、Jリーグ TV 始まります。なんかやったんでしょ、その始まる前の、はい、そうです、 G リーグどうだったの、うまくいった、誰とやったの、女性は誰だっけ、女性西岡さん、西岡くんか、西岡くんがいるのはまあうまくあれしてくれたか、はい、助けてもらいました。初めての MC のお仕事です。もちろんです。あんなにずっとマイク持ってたの初めてです。そうですよね。なんかさ、普段その受ける方だけど、はい、する方って大変だって分かった。大変でしたよ。尋常じゃない汗をかきましたから。汗さ、なんかほら普段選手の時の汗と違うだろ。そうなんですよ。全然爽やかな感じじゃなかったです。そうだな。いいじゃん、もう終わりだって昨日で。出来が悪いから。これから学ばないとないんだな。俺昨日秋山に会ったぞ。会いました。うん。何やんのって言ったらさ、いやなんかほら浦和とかも大変だから。いろいろオファーあんじゃないのって言って、師匠なんだってさ、あれ山口だって残ってるとかあんじゃないのって言ったら、いやなんかタレントやりたいって、似合わねえだろそれって俺言ったんだよ。いやでもいろいろ一回外に出ていろんなことを勉強したいって言うから、まあそれはそれでいいかもねっていう話はしたんだよね、はい、っていう話を今日できればいいのか。はい、あの始まっちゃってるんですけど、もう始まっちゃってるんですか。始まっちゃってるんですけど、今日のゲストは坪井さんに来ていただきました、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、今日結構重要だよこれ。これデリーグ、デリーグ TV でちゃんと皆さんこう見て、あの坪井さんってどういう人かなっていうのが分かって、わこの人もうこれダメだわって、もう烙印押されたらもうこの仕事できなくなっちゃう。だから原さん、ちょっと僕をそっちからこう、うん、なんか蹴落とそうとしてますね。してねえ、ちょっとライバルだから、あのライバルも全く思ってない。そんなもう原さんの足元にも及ばないです僕。いやでもさ、どうなの、もうほら選手辞めて、はい、辞めてっていうかまだ今年辞めたばっかだもんね、まだ10日も経ってないです、ね、そうだよね、はい、何やってんの。まあイベント、まあいろいろほらデリガウンとかあるけどさ、はい、あのこれからだよな。これからです、うん、まあちょこちょこ仕事いただいてるので。どういう仕事、まあ、解説いただいたり、テレビの方いただいたり。解説って例えばその海外。いやいや、この間はあのレッツの最終戦をテレタマーさんと。おー、そうか、そうです。ズバッて言った、ズバッて僕こんなんじゃダメだって、俺が行かなきゃ変わんないこれは。そのぐらい言ってほしいよね。いや、そういう方今いらっしゃるんで。あ、いるの。もう僕はもうそういう、僕甘い系でいこうか。甘い系甘い系で系かな。フラワーを出て湘南で何年やった。3年です。3年か、それで山口で2年。はい、出てよかったの。あ、僕は良かったと思ってます。あのまあ浦和はまあもちろんいいクラブだけどさ、はい、ずっと浦和だけっていうよりも、うん、ああいう湘南みたいな市民クラブ行き、はい、で山口みたいにやった、はい、上がってきたところに行き、多分そういうのを分かるってすごく財産だな、うん、本当にいいチーム、いいチームにこう、うん、まあ、全部いいチームなんですけど、まあね、はい、まあいろんな形、いろんな、うん、あの立場のチームにこう行けたのは良かったですね、うん。あのね、結構偉いのはあのメンバー入ってなくてもなんか先頭に立ってさ、山口行ったらさ、あの維新スタジアムって結構このお店もいっぱいあったりな、はいはい、雰囲気がいいんだけど、そこでなんか募金活動になって、黒いの誰かいるの誰だと思ったらさ、真っ先に見ました。誰だって言ったら、お前、うまいかみたいな。もうで、それ真っ先にそう嫌がんないで、多分怪我もしてたりするときに、普通さ、なんかベテランだとちょっと恥ずかしかったりとかさ、ベテランはいいやっつって若いのに行けみたいになるんだけど、もう先頭でやってんだよね。でも黒いからすぐごまかせないの。真っ黒なんだよ。それ反則だろうぐらいに真っ黒で。で、あそこでなんか 日当たりが結構な、日差しが結構強いんだよ。もうそこでも黒光りしてるから、ほなしょうがねえからさ、じゃあ写真撮るかって写真撮ってない、いつもすごい。で写真見たら写ってねえんだよ、黒い真っ黒で。黒で写ってないじゃんこれみたいな。だけどそういうのはね、やっぱり本当にこう先頭になってやってた男だね。原さんから見た坪井さんの。お嫌い。え？選手としての嫌いっていうかね、これずるいの。あ、選手として。浦和の頃ね、浦和の頃ね、なんかね、あの誰かうちの選手も速い選手が いたじゃない、水戸で石川直とかさ、うん、戸田の、はい、足だけ速いのとかいたんだよ結構さ、戸田とかさ。で、いや、いたーと思うとさ、坪井がなんか忍者のように後ろからヒューって来てさ、あの頃の坪井ってなんかね、風を切ってるとか、風みたいに来るんだよ。
でもう抜いたと思うんじゃない。で普通こいつらのスピードでいけばもう間に合うと思うところをスーって遅れてきてるはずがスーっていつの間にか来て、でシュート打つ時にそのコースにしっかり入ってんだよ。ファールがない。でファールがないないんだよな。でファールがなくてちゃんと防がれて、それでスッて立つの、このこれがな。そうするとそうするとなんかねすごい高青年っぽいさ、スッてこう立つんだよ。でそれがね なんだよってふざけんなよみたいな。でファール本当少なかったよな、イエローカードが少なかったです。坪井のその颯爽と走り、はい、もう行ったと思うのをこうコースにちゃんとブロックするっていうのは、あれは映像にあったらお手本だね。あんまりこうはあはあ、しないの見せたもう 楽なまだ余裕は 80% くらいだよみたいにスッてなってて、あれいやらしいなこいつはって思ったら、そういう相手監督から見ると余裕だよ本当に。あの頃本当にその早かったな。そうですね、うん、だから特にこうなんか体勢が変わってよく速い人もこういうふうに走るの速い人いいんだけど、ディエンドでこう構えてるじゃん、でキュッて回転してこうキュッて速い人と違うんだよな。ここがまっすぐになれば速い人もいいんだけど、ディエンダーってなそのアジリティっていうかさ、キャッてこういけなきゃいけないから、山田信久とかは速かった。だからあの俺が東京でやってモニワっていうのも足が短いからか速かったいやでも結構なこのやっぱりねでかくてもまっすぐは強いけど、これに遅い人はやっぱなかなか難しい。つぼびはめちゃくちゃ速かった。ずっとディエンダー、ずっとです。僕サッカー始めた時からずっとディエンダーです。あそうなんだ。昔だからあのスイーパーですよ最初。おおそうか、まだスイーパーシステムだった。だからこう最後は全部カバーするみたいな。あまだカバーともう要はインターセプトばっかりです、うん、僕はちっちゃい頃から。そうか、それに生きがいを感じたんだ。最高でしたね、それが。あれ、デリグで点取ったことあんの？1点だけあるんですよ。あるの？浦和で1ゴールです。浦和で。取んない方が良かったな、もうそこまでいっちゃうと。まあ、どういう点だったの、それは。ヘディング、フリーキックのヘディングです。あもっとヘディング取りそうだけどね。うん、だコーナーキックもそんなに僕は上がってなかったんですよ。あ後ろにいて速いやつ残ってんのについてるか。カウンター対策で。俺が監督だったらそういう風に見てて上がっちゃえって、上がっちゃいそうですよな。上がっていいよって。点取った時も僕勝手に上がったんですよ。ああそう。そうもうロス残り2分か。ああ、ま、負けてるような時で。そうそうそう、あ勝手にフラッグ。もっと上がってれば絶対取ってるはずだよ。だってだからでも早いから早いやつについとけっていうので後ろにあの置いて安心感っていう風になっちゃうんだろうね。そうです。あ坪井さんが現役時代に嫌だったフォワード。めちゃくちゃでかくて強いフォワード結構嫌だったんですけどね。誰がいたその相手チームは。ワシントンとかチームメイトだったでしょ。まあチームメイトだったんで、うん、まあ、そんなに。でも天領よく取られたのはガンバの時なんかマグロンとかいた。マグロンいたな、でかいな、でかいな、めちゃくちゃでかい。ああそうそう、足速いから多分こういうでかい方が苦手かもしれない、うん、なんかジャンプしないけどヘディングがこうやってな入れちゃうって。あとこのポストプレーがさ、はい、なんかこう足が投げし届かねえみたいな感じだな。まあでもやっぱりでもアジリティ系のフォワードも嫌でしたよ結構。でガンバのあのアラウージョ、アラウージョはちょっと厄介だったな。あの切れ味あったし、速いっていうよりこう瞬間がねキャッて変わって逆取るのがうまいから、だから僕からするとバーッて走ってくれる方が良かった。あそうなんだな、 それは得意だった。だからそれをギャッて切り返されたりキュッて止まられたりっていう、多分そういう方が嫌だ、嫌だよな。あと大黒みたいの、大黒みたいのはまあ好き。ん好きではなかったですけどでもあの楽しかったです。楽しいよな、お互いな。そうだよな、お互いに分かる分かる。大黒してなんかこうやり取りだよな、さっきの話じゃないけど、こう行かない、死んだふりしてると思ったら急にギュッて動いたり。だ大黒、久とバンド、ああそこら辺な、まあ、高原もやっぱうまかったですね。あそうだな、なんかそういうのは、そういう選手とやるのはきつかったですけど、そういういろんな駆け引きは楽しかったですね。そこら辺はみんなそういうので生きてたな、はい、このギリギリのところでこう出るとかさ、はい、出る格好でキュッていくとかさ、うん、だからそうちょっとディエンダー側も鍛えられるよね。そうなんです。ああいう選手とやると、はい、経験していくと、はい、あ何試合出たんだ J リーグは全部で。僕そんなですよ、300 J2 合わせて300ちょっとじゃないですかね。でもさ厚労省、あそう原さんそのことちょっと相談があるんですよ。何何何、僕厚労省にちょっと足りないんですよ。5試合ぐらい足りない。嘘でしょ、それってさ天皇杯とか入ってる？あれリーグ戦だ、代表戦とか全部入ってるんですよ。代表もそうなんか ACL も、うん、なんかゼロックスとかなんかとにかく全部入ってるらしいんですよ。490じゃあ復帰しろそれまであと5試合、5試合いけんねなあ、それでいけんじゃないかそれ。あと5試合ちょっと下さんにお願いしとけばよかったそうだよ下さん、あと5試合なんですよって。そうなんか、そうなん、決まりあんだよなあれ、厚労省って厳しいんだよ結構。
大卒だとなかなか難しいんだよな。そうです、大卒は、あのやっぱあそこまで行くには高卒でこう出だしていかないと。で昔、今で言えばほら J2、J3 がこんだけチーム数増えたけど、前はもう J1 と J2 のね、うん、ここしかなかったから。あるいは海外に一回途中行っちゃった人はまた難しいとか、いろいろあるんだよな。そうなんです、うん、だからその500も僕知らなかったんで昨日知ったんですよ。 あんまり知られてないのかもね。知らなかった、知らなかった。でもあとは喋りで5試合ぐらいなんとかしてもらえばなんとかなりますね。喋りがこう MC 兼任でMC 兼任でさまずまあじゃあ昨日で1じゃないですまあでもな、でもさっき言ったように本当に湘南や山口に行ったのはこれからの財産にはなるよね、はい。うん、あの印象に残っているチームメイトって。チームメイト、まあでも、まあ、それぞれ3チームにいろいろありますけど、まあ、浦和がやっぱ長かったんで、浦和から、まあ平川、ああ平川ね、なんかはもう大学からユニバーシアム同じか、同じ年か、付き合いがあって、で浦和に入ってから結構ずっと若い頃から一緒にいたんで、うん、まあ言えることから言えないことからいろんな思い出が、あとはまあ安倍とも結構仲良くずっとやってましたね。ああそう、はい。あとやりやすかったチームメイトとかいますか。安倍、ああ小野、小野伸二さんなんかはやっぱり守備の部分では僕相当安倍に細かく指示してたんですよ。ああもうスッて聞いてくれるんですよ。右斜め後ろとかね、スッて安倍ちゃんそういう対応力ありそうだな。ありますね。でも安倍ちゃんも多分ね、今は自分が言わなきゃいけない方だけど、言ってくれる人いたら多分あいついくらでもできるんだと思う。で今の浦和だと逆に安倍ちゃんが言わなきゃいけないし、言ってくれるのがちょっと少なくなっちゃってる。でも安倍はやっぱそういうの、安倍ちゃん賢いな。賢いです、賢いです、賢いと思う。もうだからずっと言ってると、もう言わなくてもなんとなく、うん、多分もうコース切ってくれてる。そういう気がすごい効くんで。で攻撃の部分ではもう僕は信じにも山ほど助けられてるんで、ボールを奪ってパッて顔を上げたらもう信二がそこにフッているっていう。なんでって聞いたら、でツボ奪うでしょって、奪ったら俺にちょうだいって言ってだからそうなんだよ。それ信二は多分そういうのも分かっていて、ツボ、うん、が得意なとこはこれだし、自分がその時こうもっと助けた方がツボが生きる、うん。でも 俺正直に言うと湘南とか山口のツボ見たけど結構上手くなったよな、後ろのつなぎだからそれって多分ね、浦和の時ってほら周り上手いから、自分が行くより誰かに預けた方がいいっていう、でそれで守備にだけ力使った方がいいっていうんで多分やったんだけど、湘南とか山口に行くと坪井が行かないとなかなかこうそういう人がいなかったりするんで、だけど坪井は上手くなってた。ただ当時の浦和で言うと坪井が行くより坪井が後ろにいて、はい誰が入って阿部ちゃんとか新人に預けた方がチームもバランスいいじゃん、でもう守っててくれた方がいいっていうなんだけど、多分俺さっき良かったねっていうのは、その湘南とか行くと多分それだけでは済まないから、自分でもこうチャンスの時行かないといけないとか、山口なんかもそうだったけど、まあその人は上手くな、上手くな、上手いんじゃんっていう感じ見てて。いやでも自分でもそう思う。そうだよな、ほら俺ちゃんと見てんだよ、ね、すごいつなぎとかに関しても、まあロングキックは昔からそんなですけど、もうショートパスなんかは別に、いや上手くなった、あの全然プレッシャーきてもそんな苦じゃなかったんで、もうよく見られてるんですね、やっぱ一応ね、一応写真撮ってるだけじゃないんでまあこの語りで生きていくかどうかはそれは分かんないけど、まあでもいろんなとこにこう勉強してっていうのはいいかもしれない。あのクラブにすぐバッて入ることも、多分坪井だったらそういう性格だから、いろんなクラブの人もうちで手伝ってくれないかっていうオファーはあると思うんだよ。だから俺その知り合いのマネジメント頼んでる人もよく知ってるから聞いたんだけど、いや一回離れてみたいっていうか、おそうか、まあじゃあ一回そういうのもやってみたらいいんじゃないかって、いろんなことを違う方面から見てさ、あのジェリーグアウズの時もね、実際やってみたらインタビュー受けるのなんか簡単だったけど、本当にする方ってどんだけこういろいろね気遣ったり、いろんなことを勉強しなくちゃいけなかったりっていうのがあんだっていうのは、すごくいいチャレンジだと思うけどね。どうでした。いやいや難しいですよ、もうすっごい頭使いました。それで汗見せればよかったね、そうすごい汗な。ああそうですね。どうせだったらそうですね。そうだよ。もうこれびしょびしょになってる。こんだけ身を削ってるんだっていうの。
で困ったらスライディングしろよでその足をしないこのスペースにスライディングしてスッてこう立ってそうですね。そしたら冷静に戻れるからね、うん、でこれから坪井がいろんなところに行ってうまくいかない時ちょっとスライディングしたらお坪井さん今いろいろ考えてんだなと思うからさなでスッと立てたらいいんだよ。そうそう立てなくなったら立てなくなったらダメだねダメだなまあ楽しみにしてますよ。だからさこの番組、はい、俺時々休むからつぶい、あの今回の反応聞いてさ、はい、よかったらつぶい時々やってみて。今回の反応だってもうほぼ原さんじゃないですか。僕 いらなかったんで。いやそんなことない。原さん一人でつぶいについて語るでよかったんじゃないか。今後はどういう活動をされる予定ですか。今後は基本的にはこういただいた仕事も何でもやろうと思ってるんで、はい、そんなにこれじゃなきゃダメとかこれをやりたいとかっていうよりかは、もうさっき原さん言われたようにまた新しいことに。ゼロからチャレンジしていくつもりなんで、はい、拠点はじゃあ東京？拠点は会社は東京で、うん、僕の住まいは神奈川の茅ヶ崎、いいとこだね、はい、湘南にいた時に住んでる。ああそうか、はい、いいとこだね。そこになりますね。あーそうか、サーフィンでもしようかと思ってます。家族は？家族はもう湘南？湘南です。あ、じゃあ山口も一人で行ったの？そうです。おお、それはそれで寂しかったね。そうなんですね。なあ、まだ娘もちっちゃいんで、うん、そこはちょっと寂しかったですけど。じゃあ家族との時間はちょっと増えるのかな？そうですね、はい、今までよりはな、こっちに拠点あれば、はい、まあそういう時間っていうのは長いようで短いからね、子供たちといられる時っていうのは。そうですね。まあそういう今年っていうか今後は少しそういうのも増やしていろんなことにチャレンジして、はい、まあ悩んだらデイリーグ TV に来て悩みを言ってスライディングでもして帰ってくれ、ね、何本かやって何本かやってここで汗出してさ、あの近くのいいお風呂屋さん見つけとくから、ね、なんかないか言っとくこと。いやないです、厚労省のことだけです。ああそうか、今日必ず言わなきゃいけないと思った。じゃああと5試合出てます。なんともならないと思うけど最後の我々です。そうか、499だったらよかったんですね。そう、そしたら95、多分5だと思います。9だったらまあ何かとかなりそうじゃあいやまだあと1試合足りない方がなんか面白いじゃないですか。それまあな、確かに、うん、そうなんだ。でもまあなんかいろんな記録もう一回調べて、うん、あのやってみた時に何かあるかもしれない、はい、うん、そうか。じゃあご活躍を期待してます。はい、はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。またどっかで。はい、ありがとうございます。はい、今日もありがとうございました。一押し情報や質問はいつでも募集しています。ハッシュタグ J リーグ TV をつけて投稿してください。最近試合会場に行っても見てるよって言ってくれる方が少しずつというかかなり増えてるんで嬉しいと思いますので、どんどん投稿してください。またお会いしましょう。チャンネル登録はこちらからお願いします。増えてんの？増えてます。本当？すごい増えてます。本当かよ。見て。